はい、どうもこんにちは、スパイクマイサーの浩平です。今回はスペシャルゲストお越しいただいております。日本代表の堂安律選手です。よろしくお願いします。堂安選手にスパイク選びのこだわり聞けるということで、はい、非常にもう楽しみに今日やってきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。堂安選手、今履かれているスパイクが、はい、プーマのウルトラでございますが、はい、ちなみに、まあ、2019年頃からプーマのスパイクを履き始められたと思うんですけど、はい、なんかそれのきっかけとか理由とかって何かありましたか？まず一番はシンプルにかっこいいなっていうのをずっと思ってて、プーマさんのスパイク履きたいなっていうのをずっと思ってたんで、はい、そういう話を進んでいった時はすごく興奮してましたし、あとはまあ履いてみて、はい、すごい軽いっていうのが一番、うん、決め手でしたね、最大の。なるほどなるほど。最初フューチャーとかですかね？最初フューチャー履いてましたね、はい、はい、そうですね。でそこからまた、まあ、ウルトラに履き替えられましたけども、こうウルトラの気に入ってるところとか、好きなところとかありますか？まあ、さっき言ったように本当に軽いで、まさにこうウィンガーのために作られたようなスパイクというか、やっぱオフェンシブな選手が履けるイメージなので、はい、すごく合ってるなと。で僕の性格的にも、アグレッシブに攻めていくタイプなので、マッチしてるなと思ってます、ね、あ、なるほど。スパイクを選ぶ上でここだけは譲れないみたいな、こう自分なりのこだわりポイントがありましたら教えていただけますと。それはもう機能性ですか、見た目でもいいですか？見た目でも、はい、何でも。見た目は僕は派手な色が好きなので、はい、まあ、目立ちたがり屋なの でまさにこの色なんていうのは本当に大好きで、はい、今回のこの、まあ、新作結構かっこいいですよね。かっこいいですね、はい、やっぱりウインガーの選手って自分目立ってるわとか見られてるわって思うのってやっぱり大事で、やっぱ試合中にこうメンタリティから来る自信っていうのはあるので、僕は好きなカラーですね。あ、なるほど、はい、ちなみに、まあ、スパイクで言うとこういう色が好きだなみたいな、こう好きな色とかってあったりしますか？まあ、こういう派手な蛍光色のスパイクは好きですし、あとは白はかっこいいですね。あ、白、まあ、ただ踏まれちゃったりするとき汚れ目立つんで、あ、そうですね、うわこいつ踏んできよったと思いながら試合したりしますけどね。やっぱ堂安選手になるとやっぱ削られる回数も多いから、やっぱこうなかなか白はこう、そうですね、オフェンシブな選手だとやっぱ削られるので、あ、まあ、全然白も好きですけどね。あ、なるほどなるほど、はい、やっぱ蛍光色というかこう目立つ色、そしてデザインもやっぱりこうスパイクを選ぶ上で大事にしているポイントといいますか、はい、なるほどですね。まあ、先ほどもこのウルトラの軽さっていうところをお話ししたと思うんですけど、軽いとやっぱ自分のプレーにこうどうこう生きてくるといいますか、やっぱり素足の状態に近い、限りなく近いスパイクが好きなので、履いてるって感覚がなくプレーできるというのはやっぱり大きくて、やっぱ靴を履いてるっていう感覚があるとどうしてもボールタッチの時にやっぱギャンプ感じてしまうので、はい、なるべく革の薄い軽いスパイクが好きですね。へえ。じゃあそこのボールタッチの感覚とかもやっぱりそのなんかレザーでこう柔軟っていうよりかは本当に薄さでよりこう素足に近いイメージの方が好きっていうところですかね？そうですね、やっぱ薄いのはもう一つの決め手でありますし、ただそれも難点があって、はい、踏まれた時に痛いんですよ。だから踏んじゃダメです、足は。僕も試合中は踏まれたことありますが、あれめちゃくちゃ痛いですので、そうですね、多分ドイツだとやっぱミックス履いてる選手方も多いと思うんで、うん、より刺さってくるんじゃないですか、あの、そうですね、鉄のポイントがグッとこう、そうです、だからダメです、踏んじゃダメっていうところでね。そうです、はい。ちなみに、まあ、フューチャーも履かれた時があったと思うんですけど、はい、なんかフューチャーの印象とかどうでしたか？まあ、フィット感はすごくあって、はい、重さは、ウルトラの方が軽かったんで、ウルトラの方を選ばせてもらったんですけど、はい、フューチャーに最初履いたのは履いた時にすごいこうキュッて締まるようなフィット感が良かったんで、すごい心地よかったですし、ウルトラを初めて試合で履いた時にちょうどゴールもなんか決められて、そこからこうウルトラメインでこう行かれたみたいな印象があったんですけど、はい、そうですね、一回ちょっと試してウルトラ履いてみたいなみたいな話をプーマさんにお願いして、はい、履かせてもらって点取れたんで、すごいイメージも良かったですし、練習の感覚がすごい良かったんで、あ、これだなと思って履きましたね。ウルトラの軽さ薄さがもう自分にフィットしたというか、あとはまあフィーリングですよね。その説明できないけど、履いた瞬間に、はい、あ、今日いけそうって思わせてくれるスパイクが大好きで、それはやっぱりウルトラになって自信は増してますね。まあ、激坂は中高生とか見ていただいてまして、この練習頑張って取り組んでおいてよかったなっていう、こうプロになって改めて思うなんか練習メニューとか自主練のメニューとか何かあったりしますか？いっぱい試合しましたね。練習の中でもゲーム形式の試合が多かったですね。バチバチやると筋力もつくし、足も速くなるし、やっぱり基礎的なトレーニングも大事ですけど、はい、やっぱり実践をやらないとうまくならないと思うので、
実践的なゲームを多くやることは特に小中、まあ、公務ももちろんそうですけどプロになってもそうなんですけど、うん、大事だなと思います、ね、はい、実践でこう技というかテクニックをしっかり磨いていかれたというところですかね、はい、そうですね。じゃあ普段こうスパイク何足ぐらい用意されてますか？試合にですか？それかもう自分がストックで持ってる？あ、そうですね、なんかこう練習含めて何足ぐらいでやりくりされてるのかな。だから1からだから5足は準備はしてもらえるようにしてて、はい、何かあった時のために、はい、固定3、ミックス2で用意してるんですけど、ただコロコロその自分が履いたやつを変えるのが嫌いなので、はい、1足しか履かないです。あ、ずっと1足を潰れるまで履きます、はい、じゃあ5足いただくけどももう履くのは1足だけってところですか？だから練習でこれ履いて、試合でこれ履くとかはせず、はい、もう1足をずっと履き続けます、はい、だからみんなのスパイクよりも結構なんか汚れちゃって見えるんですけど、あ、履き込むことによって自分の足によりフィットさせるみたいなイメージですか？1足を、僕も理由はよく分かんないんですけど、はい、ずっと履くことによってなんか愛着も湧いてくるじゃないですか、そのスパイクに、はい、余った4足とかはまあどういう感じになるんですか？それはもう人工芝とかの樹種練で使う時とかに、だから1個家で持って帰ってるやつだとか、チームでやる練習だけじゃないので個人で自主トレやる時に履くようにしたりしてます。あともう一足はだから一つは飾ったりだとか、自分の部屋にちゃんとこう並べて、あ、並べてるんですね。はい、してますね。それはなんか個人的に思い入れのあるやつチョイスしてたりとかするんですか？そんなことないんですけど、10年ぐらい経ってその飾ってるのを見たら思い出になるかなと思って、そのスパイクの色を見て、なんかあの時ここにいてこういう感じ感情があったなとか思えたらいいなと思って残しています、全部のカラーは。おー、そうなんですね、すっげー。じゃあもうこれからさらにどんどんストック溜まっていって、 なおかつこうあのプレーの思い出とともにそれがずっとこう、そうですね、いつか披露できたらいいですね。うわー、それは楽しみですね。ちょっとミュージョル貼って僕見に行きますね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、スパイクにこう足入れするときにですね、なんかこう験担ぎとかルーティーンとかって何かあったりします？これが崩れたからといって嫌になるとかはないんですけど、はい、左足から履いて左足から靴紐を結びますね。無意識と言いますか、昔からずっとみたいな。無意識です、あまり気がついてなかった。ほうほうほう、あ、なんか人にこう言われて初めて気づいたみたいな感じ。ある人から、はい、何でも 左からスタートするといい運気上がるらしいよって聞いたら、で聞いて気がついてこう見ると、はい、左足からやってるなと思って、あんま気にしてないけども、それがちょっと自分なりのっていうところですね。そうだったんだって思った。なるほど、じゃあちょっと僕も運気上げたいんでちょっと左から、はい、やっていきたいと思います。はい、服着るときも左の手から入れた方がいいらしいですよ。あ、そうなんですね。っていうのを聞いただけで、いや、これは堂安選手が言うなら間違いないですね僕はやってないんですよ、そこまで意識してないですけど、自然とそうやっただけで。自然とっていうと、はい、じゃあ自然とそういうふうにこう運気を招き入れたんじゃないかっていうところですね。今までこうずっとサッカーをこう続けておられた中で、多分いろんなスパイク履かれたと思うんですけど、個人的にこうあの時のあの試合で履いたスパイク忘れられないとか、こう自分なりにこう印象に残ってるスパイクとかって何かあったりしますか？バイエルン戦で撮ったオレンジのウルトラ。ウルトラすごい印象強いですね。バイエルン戦で撮ったスパイクは管理してますね、なんか自分で持ってますね、ちゃんとちゃんと飾ってやるっていうところですか。もう、まあそこからこうウルトラ履いて、なおかつこうよりこう調子も上がっていったかなみたいなところですかね。 それでは最後にですね、今の中高生のこうサッカープレイヤーに向けて、はい、何かこうアドバイスとかメッセージがありましたら。そうですね、まあ、このコロナ禍において思い切ってサッカーできない環境にはあると思いますけど、またいつか皆さんと一緒にプレーできることを楽しみに僕はしてますし、なるべく早く、上がってきてもらって、同じユニフォームなのか対戦相手なのか分かんないですけど、一緒にピッチに立てる日を楽しみにしてます。頑張ってください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。